三成聖者大司祭首の遺コカイサリアのバシレイオス、ヨアンネスクリュソストモス、ナジアンゾスのグレゴリオス。ヒッポのアウグスティノス恐怖とは、キリスト教用語で古代から中世初期2世紀から8世紀頃までのキリスト教著述家のうち、特に正当信仰の著述を行い、自らも聖なる生涯を送ったと歴史の中で認められてきた人々を言う。 聖教会の聖史父にほぼ相当するが、聖史父は恐怖より時代的に広い範囲、すなわち古代から近現代の聖教会思想家にも適用される。なお、聖子父のごと概念は稀にカトリック教会関連の出版物にも見られ、聖教会特有の概念ではない。これとは異なる言葉の訳語としての要例もあるが、本校では上述した正当信仰の著述を残した。 人々について衝術する。多く、成人とみなされている人が多い。正当信仰の確立に寄与した、著実家を呼ぶため、ネストリオスやアリウスといった異端として排除された、著実家たちは、この時代の人であっても一般に恐怖とはみなされない。一方で、その言説の一部が否定されて後世に成人とは、されなかった、著術家には、テルトリアヌスやオリゲネスなどのように、 恐怖として重んじられたものもある。恐怖というカテゴリーには、新約聖書の著者たちは含まれない。最初の恐怖たちは、イエスの弟子である使徒たちから直接教えを受けた人々であり、彼らを使徒恐怖ないし、使徒的恐怖という。使徒恐怖の次の世代で、ギリシア哲学の知識によって、キリスト教批判者と論争し、政党信仰の確立に貢献した人々を、五教恐怖という。 また、著述が、ラテン語かギリシア語かによってそれぞれ、ラテン恐怖、ギリシア恐怖という分類がされることもある。恐怖の中にはシリア語など、ラテン語、ギリシア語以外の言語で著述を行うものもあったが、その数はあまり多くない。恐怖は、東西教会の分裂に至る、以前の著述家であるため、恐怖思想と、その研究は、 教派を超えたキリスト教共通の思想罪の研究であるとも言える。とりわけ、二階アコンスタンティノポリス新条成立前後までの恐怖の著述については、現存する全キリスト教教派に共通する思想罪であると言える。恐怖の研究を行う学問を、恐怖学という括弧内は、日本正教会での故障。私婦教母以下の要例は、別概念。 別語源の言葉に対応する訳語であり、上述のラテン語、パトレスアクリージアに対応する語ではない。カトリック教会の典礼の中では、現役の教皇を、私たちの教父と呼ぶ慣習があるが、これは、ラテン語、パパのオストロの訳、すなわちパパ、教皇の意訳である。明治期のカトリック教会でも、パパ、教皇の訳語として、教父を用いた要礼が見られる。また、 カトリック教会では、公会議の参加者を、公会議教父、諸教父等と呼ぶ要例もある。聖公会では、他教派の大父母にあたる者として、教父母,母があり、教父母,母の内男性を教父と呼ぶ。ありがとうございます。